私ですね、今シーズン、大会、ボディービルのコンテストにね、二つ、出場をさせていただきましてですね。まず一つ目が、香川県ボディービル。こちらですね、4位で、昨年と同じ順位。で、もう一つ出たのが西日本学生大会でですね。そちらが9位ですね。どんくらいだろう。30人か40人くらい出てたんで。めちゃくちゃ下位っていうわけじゃないですけど、ギリギリ予選に残る程度だったんで、そうですね。まずですね、なぜこのような結果になったかっていうとですね、もう純粋に仕上がらなかった、っていうところがあるんですよ。あるというかもう、それに尽きると思うんですよ。まず、事の経緯を話すとですね、去年の8月にですね、香川県の、大会に出て、で、そこで、いきなりですね、4位になって、4位になったんですね。で、その時に自分足が得意部位なんで、足がいいんだけれど、上半身が小さいんだみたいなことをですね、ずけずけと、何人もの方から言われてたというか、指摘されてですね、そこを克服さえできれば、もうおのずと、優勝するもんだろうと思ってですね、オフシーズンに、いわゆるダーティーバルクをして、体重で言うと100キロ近くまで乗せまして、身長が、だいたい170センチぐらいで、で、もうオフシーズンに100キロまでね、乗せてしまってですね、一応、体自体はでかくなったし、上と下での、アンバランスさっていうのは、消えることはできたんですけど、結局ですね、仕上がらなかったですね。ただ仕上がらないだけならいいんですけど、筋肉もね、小さくなってしまって、もうこれ間に合わないからっつってね、当然、30、まあそう、減量幅自体30キロぐらいあって、もう最後のね、2ヶ月、3ヶ月ぐらいはもうね、食わないぞと思って、800キロカロリーで数ヶ月、終盤ね、減量してたんですけれど、その結果ですね、仕上がらないどころか、もう筋肉も小さくなってですね、で、張りもないし、脂肪も乗ってると。で、こうもう、で、結構ね、やっぱり、急激に、体重を落としたわけですから、皮膚もね、こう余るんですよ。だからそういう、なんていうかね、甘く見える、三重苦というかね、もう、甘さを際立てる、ものがね、三重にね、こう重なって、自分にね、降りかかってきてしまったと。いうことでですね。もちろんね、自分より、筋肉っていうか、骨格もそうだし、筋量もあって、プロポーションも良くて、そういう意味で、純粋にそういう実力で勝てなかったっていう選手も、いるんですけど、それ以上にというか、なんて言うんですか、なんて言うんでしょうね、もちろん順位が振るわなかったっていう、結果が振るわなかったっていうところは自分でも思うところなんですけど、実力がですね、自分の持ってる実力を100%発揮することができなかった。本当に、20%、30%ぐらいの力しか発揮することができなかった。っていうところがですね、本当に悔しくてですね、もう順位が振るわなかった。結果が、
かんばしい成績がついてこなかったっていうこと以上にですね、本当に悔しくて、で、もう一時期はですね、もう本当になんていうか心が打ちのめされてしまって、もうやめてやろうかと、ボディービルをやめてやろうか、自分向いてないんじゃないか、本当にもうそう思う時期がですね、まあ続いてですね、もう本当にこうなんていうか自暴自棄になってた、時期もあったんですけど、でもね、私は立ち直りましたよ。まあね、まあこのチャンネル見てくれてるね方、登録してくれてる方、まあ約560人ほど、いらっしゃるんですけど、やっぱりそういう人たちにこう示しがつかないなと思って、やっぱりこの登録してくれてる人にもね、それぞれ人生があって、なんかうまいこといかないようなこともあったり、まあ厳しい現実にね打ちのめされてしまってる人がいて、それでもやっぱり諦めないでね、やっぱり戦い続けてる、まあそういう人たちのこう糧になりたいと思ってですね、私は YouTube をやってるので、やっぱり、そんな私がですね、たった一度の失敗、たった一度の敗北でですね、こうやめてしまうっていういうことがあってはですね、示しがつかないですし、やっぱりこの自分のねこういう姿を、まあ、中には、まあ、もしかしたらこう楽しみにしてくれてるというか、応援してくれてるというか、まあ、さっきみたいにこう糧にしてくれてる方もね、まあ、いらっしゃるんじゃないかとはね、まあその僭越ながらというかおこがましいですけど、まあ思って、でそれをやっぱり力に変えて自分自身やってるので、やっぱりそういう人たちに対して本当に申し訳ないなっていうこと、たった一度の挫折でやめてしまうっていうことでは、お前が一番誰よりも諦めが早いじゃないかっていう、もうそんな風に思われてしまうなと思って、やっぱりですね、こんなことじゃやめられないと思って、私は、何度転んでもね、立ち上がり続けてやりますよ。ですね、まあ、ただですね、そんな中でも得られた収穫っていうのはもちろんありました。やっぱりその、まず一つはやっぱりオフに乗せすぎないっていうことですね。やっぱり、なんていうか、まあその経験不足って言えばそれまでなんですけど、やっぱりそういう、なんていうか、甘えたね、表現は使わずに、やっぱり、自分のその、ボディービル競技に対するその認識が甘かったっていうところが、やっぱり、一番気づかされたところではありますよね。まあ、正直な話、去年出て、今年じゃないですよ。去年出て、香川4位になって、でも、いきなり出て、しかも、18歳で、もちろんその、出てきた選手の中でね、まあ、一番若い、もう一回りも二回りもこう、若い存在が、いきなり4位になったと。まあ、これはもう、あとは来年出て優勝するしかないなっていうぐらいの、もうそういう認識で、まあもちろんそのトレーニングは手は抜かないし、どんどんいいものを、より良いものを求めてやるっていうことは、当然やってたんですけど、やっぱりその、オフシーズンの過ごし方、ボディビルで勝つためのその、なんていうのかな、その、やるべきことっていうものに対する認識が甘かったなっていう、ところなんですよね。やっぱり、でかければ勝てるっていうもんじゃないんで、まあ当然ね、そういう、皆さんも分かってることだと思いますけど、でかければ勝てるっていうわけじゃない。やっぱり、筋肉のカットが出て、プロポーションも良くて、やっぱりその、絞れてるっていうことは、当たり前だと思うんですよ。
絞れてなかったんですけど、だからその当たり前がねできてない時点で、まあなんて言いますか、どんだけでかくてもね評価されるわけがないんですよ。うん。だからまあそのですね、私の尊敬するまあボディービルダーの矢野義弘さんのね言葉を借りるとすれば、360日じゃダメと、365日もう寝てる間も夢の中でも戦ってないとダメですってねいう言葉がありますけど、いやもう本当にその言葉をね痛感したなというふうに思いますね。減量だけねハードにやってもダメですよ。やっぱりオフからね、やっぱり次のもうオフから戦いは始まってますから、次のその自分の見据える大会に向けてどういうふうにオフを過ごすんだっていう、もうそのですね、もうそれを本当に痛いほどね突きつけられる、そういう一年でしたね。まあ私のような頭の悪いね、私のようなバカはね、もう心が打ちのめされるぐらいね、なんていうかその現実というか、そういう本当に痛い敗北をね味わわないとやっぱり理解できないんで、まあそういう意味でこの1年はね本当に苦しかったですよ。減量自体もやっぱり半年で30キロぐらい減量したし、でその結果ももうダメダメだった、もう何もかもが悪い方向に向かってしまう、まあ自分が招いたことなんですけど、本当に何もかもがうまくいかない苦しい、そんな一年でした。ですがね、この痛みがあってね初めて人は成長できると思うんで、もう今年全然ダメだった人間だったんで、期待しろとはね言いませんよ。だってね、こう何の結果も出せない、何もうまくいかない人間なんでね、もう誰も期待してないと、逆にですね誰も期待してないと、もう一度地に落ちてしまった人間だと、そういうふうに思ってねやっていこうと思います。もう一度ね落ちるとこまで落ちたら、あとは登っていくだけなんでね、本当に道端をね這いつくばって必死にもがいて生きていってやりますよ。まあこんなね私のザレ言をね、まあ長々と聞いていただいて、本当にありがとうございます。まあこれからもですね競技者として頑張っていこうと思います。まあそうですね、私がやることといえばもうオフをね、まあ節制するというか乗せすぎないようにしっかりちゃんとしたね調整ができるように過ごすっていうことと、まあさらなる筋肥大へのトレーニングの追求、もうこれだけをね考えてまた来年に向けてやっていこうと思っております。まあここまでねありがとうございます。